リビシュ、ぼちぼち人質にどれほどの価値があるかイストマンに尋ねてみようじゃないか。ヤスと交渉するか。君に任せる、ハヌシュ。わかった、最善を尽くす。人質を城壁のところに。イストバン卿、何の用だ。我が友に不意をつかれたかな。まあな、だがどうにかうまく収まったよ。それでこの男が我々のもてなしを楽しんでくれてな、なんだか分かりづらくなったんだ。うすらはげてんなお前。これで我々の立場は対等になった。そろそろ人質を返してくれてもいいんじゃないか。断固お断りだ。貴様ら舐めたことしやがって。よく聞くんだ、エリックの身に何かあったらここの男全員で女をいたぶってやる。全員でだ。それからラジクを刻んで衆に入れてやる。さすが閣下、上品なお言葉だ。もしやすでに人質を傷つけたのか。リビシュ、ごめんなさい。やあ諸君、手厚いもてなしを受けてるから心配ない。ふ見ての通り、二人は無事だ。だが姑息な真似をすれば命の保証はない。なあご主人様は、お前のことをさほど大切に思っていないようだな。ああ地獄に落ちろ。ああ悪いな、やつもなかなかしぶとい。無事なのは分かった。そう簡単に行くとは思ってない。二人は大丈夫だ、やつがいるからな。なあ諸君、何か策はないか。攻撃するしかないのでは。やはり危険すぎる。中に妻とラジクがいる。お気持ちはわかりますが、やつもバカじゃない。人質は最後の砦で、勝利を確信するまで傷つけたりしません。自分の妻でも同じように言えるのか。父でも。わしに言わせてもらえば選択肢はない。長期戦に耐えられるだけの食料もなく、その上この辺は盗賊やシギスムントの兵がいる。奴の出方に関わらず、ここは逃がしてやるしかない。あれだけの兵だ、審判の日が来るまでまとわりつかれる。閣下、伝言があります。なんだ。ヨブスト辺境伯様がお会いしてお話ししたいそうです。ヨブストが。わかった。何の用でしょう。ヨブストって。彼はベンツェスラウス王とシギスムントのいとこで、モラビアの辺境伯だ。辺境伯。ほんの1年前、シギスムントや貴族連合と結託してな、ベンツェスラウス王やプロコプを裏切った。それがまた寝返ってシギスムントに対立する勢力を率いて王の解放を求めているんだ。どういう風の吹き回しだ。とはいえこれで策は決まったな。ヨブスとなんかと一緒に城の前で陣を張るのは気が進まん。うん、君の言う通りだ。わかった、一旦兵を休ませ攻撃しよう。準備ができたら集合だ。うん。どうしたらいいんだ。ディビシ教に会いに行け。準備ができたら。なんか修理したいな。修理する時間ある？またなんか、移動時間でタイムオーバーになってみたいなことねえだろうな。か、ちょっと、修理しに行きます。あの奥のおっちゃんで一発でやってもらった方がいいな。全選択。あ、安っ！あ、マジ？
全部直してける。え、今何やってたの。エアディスク、エアディスク。ん、うん、じゃなくて、お前立ち位置間違ってないか。大丈夫、ちょっとエリさん、エリさんバビってなかったでしょ今。バミらなきゃダメだよ。エンジョさん立ち位置間違ってるよ、思いっきり。やっす。じゃあね。で、帰る。お腹すいた。あれ？なんか食いもないの？ん？よく来た。ん？指示をください、閣下。タルムバークへの砲撃開始命令を直に出す。投石機が無事なのはお前の功績だ。一発目を撃つ栄誉をお前に授ける。おお、マジだよ。へえ。ちょっとやんの。ですが閣下、撃ち方が分かりません。カイザーとフェイファーが全て段取りしてくれる。なんてことはない。投石機は他の者たちが準備し、お前はレバーを引くだけでいい。それならできそうです。はそして数日の間タルムバークに砲撃を続ける。その後のことはロバートが説明してくれる。官房射撃みたいなことか。気をつけて。いいのそんなフルボッコにしちゃって。しろ、1日ぐらいでもう一回故障してみたらどうなの。投石機の準備を。出てやるの。元気そうで何より。一歩間違えれば全てを失っていたかもしれません。戦争とはそういうものだ。天が味方をしたのだ。つまるところ奴らはただの薄汚い殺し屋の集まりだ。確かに奴らはずる賢いが、それだけで本当に兵士のように戦えるか。奴らは標的が用を足しに茂みに消えるまで待ち、チュニックを持ち上げて後ろから刺すような奴らです。個人的にはまともな兵士と戦う方がマシです。それはお前が奴らのことを知っているからだろう。そしておそらく我らがとうとうに苦しめられている理由でもある。うん。では幸運を。おお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 。え、これどうやって使うの？おお、石乗った。え、どうやって乗せたの今。軽々と。おお、置いた。え、いや、もうあるよ。なんていうこと。おお、使う。このレバーで。やっていいのかな。えい。え、おお、いた。どうだ。おお、え、もうビロローンってなってる、ビロローンってなってる。ロバットと話すって、ロバットどこ行った。ああ、大丈夫、彼大丈夫。
俺たちは自分たちの城を包囲してる。神のご加護で今度こそ終わらせ。え、ロバットどこにいる？あ、いた。吊るしてやる。神に祈るよ。なんだ。え、次はどうするんですか。ディビシュが、ディビシュ教だ。え、ディビシュ教が次にどうするのかあなたに聞けと。ああ、次はイストガンがちびるのを見届ける。それだけ？最低でも数日はな。何かやることがあるなら今のうちに済ませておけ。終わったら戻ってくるのだぞ。気をつけて。ん？2日間待機や。どうかしたんですか？奴らの何人かが逃げ出した。クッテンバーグで止まってくれればいいが、他の策があるのだとしたら怖いな。奴らがイストバンの優秀な手下なら森に隠れているかもしれません。きっと攻撃の機会を待っているのでしょう。まさしくその通りだ。私が一息つけるのはとうとう縄文から吊るす時だ。だが一方で背後にある森が安全かを知っておきたい。お前を頼ってもいいか？もちろんです、ロバード卿。奴らの装備を証拠として持ち帰りましょうか？その必要はない。私はお前を信頼している。それに殺す必要もない。奴らを見つけた場所が分かれば十分だ。お前が傷を負う必要はない。はあ。野営地を見つける。はい。ひれな。まあ、A から行くか。やあ、雷や。やあ、すごい音鳴ったの。やあ、もうそろそろか。ああ、あれ使おうか。ナイトアイ。わ、ラスト豊かか。まあ、いっか。ええー、おお、わかるい。あれか。見つけるだけでいいんだっけ？見つけるだけでいいのかな。結構広いな。はい。ああ、消えてるしな。野営地を見つけるだから、いいんだろうな。暗い。雨すごいな。え？いやー、全然わかんねえな。目がおかしくなってくる。上にどうやって登るんだ？いやー、ちょっとハマってる。あー、もう目チラチラする。これ雨勘弁してほしいなー。いやー、それは違うでしょ。これうちの八重だよな。ポンって言いなさいよ。よし、タルムパークにファストトラベルしてこう。全然登れない。うわ、もう何が起きてるかわからん。ああ、見つかった？どこどこどこ俺見えてないけど。まあいいや。なんか見つけたらしい。どうせまた寝てるんでしょ、やつ。寝るとこない？ワイの寝床。あ、起きてる。
すべての野営地の場所を突き止めました。森は安全です。安心したぞ。ではあの憎き党と始末しに行くぞ。おう、クエストクリア。戻りました。まだ砲撃は終わっていないだろう。戻るのが早すぎたな。はい、では幸運を。ビロンビロンしてる。え、寝るか。おい、寝床借りるぞ。ほら、え、な、2日待てって相当待たなきゃいけないってこと？おじいちゃんのベッド寝心地良かったよ。お前誰？ずいぶん親しいな。もうやってるやってる。ちょうど間に合いましたかね。ああ、本当にちょうどな。私はもう終わりかと思ったが、カポン卿が来て獅子のように戦ってくれたよ。彼もついに立派な貴族へと成長したのだ。あのクソ野郎が。彼のことを見直す人も増えるはずです。ああ、私は命を救われた。彼に神の祝福あれ。カッポンどこにいるの？カッポン、お話せる。カイザー、ご機嫌よう。何か用で？かろうして間に合いました。ああ、最悪の事態を覚悟したよ。トルコ人に追われたこともあったが、今回は本当に間一髪だった。よかったね。だが残念なことに、フェイファーに関してはお前は来るのが遅かったのかもしれん。え？彼の傷を見たが、彼がこの危機を乗り越えられるかどうかわからない。え？そうですか。あなたたちが完全には逃げ切れなかったようで本当に残念です。え？ああ、カポン卿が怯えてな。彼ぐらいの年の男なら仕方がないことだ。だが心配するな。敵を倒して少し練習を積めば筋金入りの男になれるさ。え、フェイファー、ん？怪我したの？怪我してる風に見えねえけどな。主が見守ってくださいま。まあいっか。カポンいないね。あっちのテントにいるのかな。てか、やつのうまっこいねしな。あ、食べる。これ俺が座ったらそっちに移ったんだけど、おじいちゃん。どういうことだよ、おじいちゃん。嫌いなの？ねえ、ちょっとぐらいこっち見てくれてもいいんじゃないか、おじいちゃん。もう一日待たなきゃいけないのかな。ちょっとじゃあ夜まで待ちますね。もうまだやってるね。どう、城の外観変わってきた？そろそろ。見た目は何も変わってねえな。撃たないの？ああ、
石。ずいぶんかかるなぁ。誰の合図で撃ってんだろう。お、いた。撃つか撃つか、引いた。おー、雷の音じゃなくてこれの音か。おじいちゃんまたベッド借りるわ。おじいちゃん外で立てるのが好きなんでしょ。じゃあまた明日の朝まで。もうそろそろええんちゃうか。戻りました。まだ砲撃は終わっていないだろう。戻るのが早すぎたな。いつ終わんの、いつ終わんのこれ。この弾なくなったら終わりってこと。ああ、俺の席。じゃあ夜まで座って待ってみたいと思います。あ、終わった。 OK。 ちょっと待てよ。ちょっとじゃあ怖いので一回セーブして。